これをすごく切って、はい。普通のこんにゃく。違う、自然、なんていう、自然農法で、それから昔からの作り方で作りようわけよ。田舎こんにゃくみたいなやつ。そうそう、ほんで月に1回しかこれは手に入りません。ああ、持ってきてくれるやつね。そうそう。で、お味は確かに違うね。美味しいね。刺身でも食べれるようなこんにゃくやない？食べれるの。ねえ。こんにゃく刺身が美味しい。美味しいね、味噌のたてね。美味しいね。これはもう終わらすね。はい。最後まで。あれはもうあれで置かないかも。切れてない。はい。でも、そうそう、切り。はい。危ない。なんかこんな嫌いでも千切りに切ったってかもね。千切り？千切りに。おばあさんはみじん切りみたいに小さいやつ。千切りってどんなんかね。千切り。細長く。初期のような。はい。けど私は具材はね、これが大きいもんでやる。細かい方がってこと？いや、あれもこんな感じやから、同じような形がいいことないかな。まあこんなもん好きなようにした。はい。どんなに天と味が違うじゃることはないんやけね。はい。自分の好きなように。椎茸を、椎茸を取ってきて、ちょっとはい焼いてます。はい。ほら、見て、匂いを噛んで。
匂いを噛んでごらん。匂いを噛む？ほら、いい匂いがしよる。うん。飲むわ。いい匂い。匂いを嗅いでっていうの。うん。ね。匂いを嗅いでって言われる。そうやね。波歌う。匂いを噛む。分かったらええわね、間違えたり。いい匂いがするの。これ生は匂わんきね。日本でバターをつけたりして焼いたりして食べるけど、ちょっと火を通したらこんなにいい匂いが出る。ほんで、天干しはこんな匂いがないけどね。はい。焼いてね、うん、焼き色なんか炭火なんかで、うん、焼いてそしたらものすごい最高の匂いがするけど、大体、うん、そんなめんどくさいことできんから天火よね。うん。で匂いが少ない。これと。いや、ヨベとちょっとやり方変える。はい。ぜひぜひ。どんなことしてでもできるね、これ。うん。どんな方法で。そう、勉強になるわ。これと、薄くなるようにしたらいい。はい。お揚げと、で、ちくわを入れるわ、私ら。キルも入っちゃったね。ちくわ。ちくわを入れます、うん、このもも肉ね。はい。まな板が小さいね。うん。そんな火のとこ近づけんと、もう一回ふーっと沸いたらいい。うん。アク抜きや。全部同じに、はい、同じ大きさに。どんなに切っても構わんやけど、うん、だいたい細かに切らないからね。食べやすいしね。いや、おからっていうのはなんか固形になってないよな。うん。お豆腐やったら形になってるけど、うんうん、これを小さいして一緒にまぶすような感じに、うん、これかね、すべてかね、これあと鳥やね。鳥は切ってる鳥よ。はい。お魚買いに行かんだか。あそこ電話かけて聞いてるから。うん。買いに行かんとかね、今度。今度行ってね。はい。電話かけてみて。うん。おいしいか、そんな食べたい。そうやね。うん、
マグロはあのお寿司食べたもんね。うん。マグロが。入れたい人は入れても構わんけど。生姜シロップあるで。入れません。料理に使える。なんか。これでも100グラムあるね。ええー。はい、今月間やる、これで。はい、もも肉の色が変わったらね、違うと。うん、変わったね。赤みたいになったらこれ。はい。全部入れる。いざめざね、昨日とちょっと変えるやり方を。うん、あの、昨日のは、うん。ほんと、水麺でたら、うん。炊きながら入れたら、ほら。水の分量に対してのあの、うん、温度差なら分かるわ。ああ、なるほど。最初のこれ混ぜてたら水にどれだけ入れていいか分からないんだよ。そうやね。まあ、こうやって炒めて、ある程度炒まったら、はい、こういう昨日はさっき炒めたろ。うん。今日はこれをさっき合体しておいて、あれで調節するわね。うん。あれ言うてもからなね。うん。おからで。わからん。おからで。その方がやりやすいみたいな。はい。はい。しめのだし。丸島。うん。200cc 焼き一つ。うん、一袋ね。はい。はい。けど、おじいちゃん美味しいじゃん、食べよった。うん、美味しい。これ大好き。もうちょっと。もうちょっとだしが低すぎたけ 300cc がいいよ。だしが低いのもね、これ煮ます。あのだしを入れたからだしつゆに大判けど、うん、まあだしつゆでちょっと沸騰しだして、お砂糖入れて、
はい。300cc の水に焼き、40cc ば入れてみる。はい。これも 30cc は、うん、ああこれ、はい、ビリーもう基本やからね、お砂糖と、うん、みりんとだしとお醤油って言って魔法の基本やね。こういう炊き方してみる。はい。うん。お味はいいね。はい。いいでしょ。上止めてください。はい。はい。すぐ炊ける。材料が炊けてから入れたらいい。はい。また簡単にできる。うん。もう一回。ほんでこれが炊けたら、うん。人参が炊けたらもう他のは食べて炊けちゃう。うん、もうやる。混ぜます。はい。こんなしゃもじ。それしゃもじなの？え？ヘラ？しゃもじよ。あ、そう。油で炒めるのが一緒にこれ炒めたけどね、うん、はい、あとねその分お水の分量がねすごく難しかった、うん、あの煮詰めるのが、はい、でこういうふうにやった方が、うん、もっと簡単にいけせんろうかと。いや見ながらできるということよね、具合を。いや、どっち、そうよ。だから、あの、うん、少ないと思ったら、いや、多すぎると思ったらやめれるわね。うん。うん、カチッと測ったら、完全に煮詰めないかんの？まあ、そうやね。これやったら、まあ、だいたい。塩梅見ながら。うん、ほら、ね。うん。ほら。で、このやり方の方が簡単だと思う。うん、これはだいたい蒸し中から大丈夫なんよ。生じゃない。うん。もうこれでいいわけよね。はい。これが余ったけど。この方が簡単だろ。そうやね。みたいな気がする。そうだね。美味しそうにできたね。卵入れてもか。うん、そうやね。ね。やってみよう。卵入れてなかったっけね、余分の。うん。これを小さくしておいて。はい。あ、そうやね、せっかくやから。まあ、いろんな、いろん
ことを興奮しながらアレンジできる、うん、料理やね。はい、好きなように自分光線と浮かんでるあれがないから、これそうやね、いろいろ工夫しながらやるのが料理の醍醐味なんやな。私のは全部そんな感じ。うん、さあ、卵を入れてみます。はい、お願いします。これ見て、これ見て、うん、綺麗やろ。綺麗なね。これはなかなか手に入りません。はい。それこそ何日も待たないか。贅沢な。ねえ。ねえ。結構入れるんやね。卵入れたら美味しいと思う。まあ、うん、本当に好きなように味をつけたら。はい、もうええね、これ。うん、どんな味になるやろう。入れる。はい、知らない。これ初めて。そう、卵入れるの初めてけど、昨日と全然違うことしてたんやろ。いや、同じものを作ってね、うん、料理するときは目だけをちょっと変えてあげたらね、うん、いいわけよ。だから同じことをせんわけ。私は同じ材料でもちょっとなんかをほら、うん、入れるとか。感じ変わるわね。全然感じが変わるからなんで、うん、昨日と同じようにしたらあんた食べんかもから。いや、そんなことはないけど。夢食べたい。そんなことはない。ほら、違うやろ。うん、だからこれでいいと思う。出来上がり、はい、いいですね。ちょっとお味見てみます。はい、うん、うん、どうしよう。うん、一気に出してこれにも卵とかいろいろいっぱい入ってるかな。うん、お肉からねえ、具沢山。そうだから、栄養がすごいありそう。おかずの数は少ないけど、うん、材料いっぱい作っちゃうから。これ少ないことない。ネギは、ネギはゆうべと違うのをしたい。ああ、なるほど。ネギ持ったらヨーグルト全く一緒だ。全く一緒ではない。美味しそうにできた。まあ、食べてみろ。うん、もうこれで食べよね、これとあれ、うん、美味しそう。これ確かに体にええんやき。うん、絶対と思う。これたっぷり食べてください。はい、たっぷりいただきます。お魚はもう冷蔵庫へ何日も入れたお魚を食べたくないだろ。うん、そんなことはないけど。買い物に行った日にお魚を食べて。はい。美味しそう。